滝石病から荷物が届きました。滝石病にはね、友の会っていう会があって、年会費2000円払うと、こういうさ、こういう冊子、花と野菜っていう冊子とが送られてきて、で種の1割だったかな、値引きされて送料が無料になるっていう、なんて会員があるのね、友の会っていうので、それに入ってて、種は大体滝石病から買わせてもらってるんだけれども、それが今回ね、この荷物で届きました。で今年植える種なんだけども、まあこれ一部なんだけどね、まだ販売してない種とかあるし、他の種苗会社さんのがうちの畑に合うってのもあるし、まだね、そういうことで今の段階で撒くやつで、山の畑に撒く種、人参なんだけども、今年ちょっと規模少なくして、ま、ドクターカロテン5っていうやつをね植えてみます。この種ね、減農薬、減肥料、要するに、まあ、肥料とか農薬少なくても栽培することができる、減農薬栽培に向いている品種ですよっていうことで売り出されていて、っていうことは俺みたいに肥料と農薬使わない人にもいいんじゃないかなと思って買いました。本当は紅葉2号っていうやつを1万粒、1万粒の種をまいてたんだけれども、ちょっと手回らないから、今回ちょっとドクターカロテン5、2000粒入ったのを2つ、4000粒、だいたい規模半減だね。で、やることになりました。ドクターカロテン5ね。もし、あれ、有機農業というか、無肥料無農薬、もしくは農薬とか肥料を減らして栽培したいっていう人がいたら、これおすすめなんで、まあ、この品種をね、導入してみてください。で、これ、ペレット種子って言って、ね、人参の種ってちっちゃくて巻きづらいんだけども、こういう風に粘土なの、粘土、土。粘土で、粒にした、大きくしたやつなんで、これで、ハシュキっていう機械で巻けるんで、俺はこういうペレット種子を使っています。本当はね、有機農業自然農法では種取りをしてやれってなってるんだけれども、だけども、うちの畑、起き上げ台だって山の方だと、種が取れる頃になるともう秋になってくるんで、それだとちょっ と自分で種準備できないのよ。どうしてもね、種まく頃にはもう、で芽出る頃には冬になっちゃうから、そうすると栽培できないんで、そういう場合は購入種子使ってもいいっていう風になってるんで、今回このドクターカロテン5を購入しました。でが毎回購入してます、購入種子で。これはね、平地の家庭菜園、カクテル 84EX っていうやつね。俺の起き上げ台で人気なのは、坂田種苗の夢のコーンってやつなんだけども、まあそれ坂田種苗だから、滝で買えないから、まあ一括して滝で買うのに、滝の中から、このカクテル 84EX っていうのを選びました。で、トウモロコシっていうのはね、全部黄色かったり、全部白かったりっていう品種あるんだけども、これ写真見てわかる通り、白と黄色混ざってます。こういうのバイカラー品種って言って、まあ、一般的にこういう品種の方が甘み強いらしいんで、こういう品種にしました。まあでもまあ5差ぐらいかなと思うんだけども、どっちも甘いからね。なんだスイートコーンっていう品種であれば、スイートコーンの中のバイカラー品種、まあ、こういうのもあるよっていうことで覚えておいてください。で次ね、そうもうブーム去ったと思うけれども、コリアンダー、いわパクチーね、パクチー。これ多分あれブームは去っちゃったけれども、これ欲しいっていう人、俺の友達でさ、タイに行ってキックボクシングのプロやった人がいて、その人がタイ料理作りたいからコリアンダー作ってほしいとかさ言ってたのね。だからこれ買ってちっちゃく隅っこでね、畑の隅っこで、まあ、プランターでもいいかな、作ってあげようかなってサービスでね、思ってるんで買いました。これもちょっとしたテクニックあるんだけども、それまた動画にしますんで。でね、小松菜の七根っていうね、小松菜、これ高温でも夏でもねちゃんと育つっていう、病気になりにくいっていう品種なんで買いました。でこれね、俺畑でうねたでで曲がないです。ちょっと変わったやり方するんで、それもね動画にします。
まあ、ほぼ趣味だよね。自分で食べる分だから。で、最後、ね、これ結構ね、農家の間で結構評判だったらしくて、楽で、お味噌汁の具にしてもいいし、お浸しにしてもいいって言った、おかのりってやつ。おかのり。ね。もう初めてなんだけども、これもプランターで育ててみようかなって思いますね。どういうものなんだろうね。ちょっとわかんないんだけど。で、あとね、じゃがいもとか大豆とか小豆とか黒豆とか植えるんだけど、それは自前の種があるんで、それで賄います。で、大根は、どこだったっけな、東北種苗の大病そぶ取り系の、大病そぶ取りは滝石部だったはず。で、大病そぶ取りの血を受け継いだやつだったかな、なんだっけ。秋祭りっていうやつがね、ムヒルムの役でもぐんぐん大きくなって、違うんだよね。最初、滝さんとこの、滝種苗の、大病そぶ取り使ってたんだけども、どうしても肌が綺麗にできなくて大きくできなかったの、ムヒルムの役だと。で、もう大根諦めが気味で、近所のホームセンターでその東北種苗の秋祭りを見つけて、あれこれどうだろうな、やってみようかなって巻いたら、すごいでかくなって、去年1メートルぐらいになっちゃって、無肥料で。びっくりしてね。だからそういう品種によってね、やっぱ栽培方法に向いてる向いてないっていうのはあるんで、やっぱいろんな品種を試してみる。またはいいなと思ったら種を取ってみて、さらにそこの土地に適応させるっていう技術が必要なんで、まあ、種選びっていうのはすごく、あれ、無肥料無農薬にはとっても重要なんで、肥料とか農薬でごまかせないんでね、完全に種の能力、土の能力で全部賄うんで、だそういうことでも種選びっていうのはとても重要なんで、いろんな種苗会社さんのを試してみるのをおすすめします。